西明寺マリアさんです。大きな拍手を。よろしくお願いいたします。西明寺マリアです。会いたいんだけど会えない、夢を壊すと全て崩れそうで、でも会いたい、会いに行くよ、また見ぬ未来、どんなに痛くても。ありがとうございます。Thank you.
このピッチ立ってみていかがでしたか。そうですね、まあ、ホームとしてまさか立てるとは思ってなかったんで、まあ、勝利で飾りたかったですけど、まあ、次は自分のゴールで勝てるようにしたいと思います。どうですか、まだ合流して間もないのでこのチームとの連携であったりコミュニケーションの部分というのは難しいところあると思いますが。そうですね、まあ、ただ、まあ、自分もチームも時間がないと思うのでその中で合わせていきたいと思います。サポーターの皆さんは今日はまずこのピッチに立った赤崎選手を見れました。次はやはりゴールを期待してますか。そうですね、まあ、サポーターの皆さんも名前を呼んでいただけたり拍手していただいたっていう気持ち、嬉しい気持ちもあるので、まずゴールっていう形で感謝の気持ちを返せるようにしたいです。楽しみにしてます、はい、お疲れ様でした。まあ、自分にとって J1 のデビュー戦になりましたけど、まあ、自分が入ってから、まあ、失点もしましたし、まあ、勝ち点3取れたゲームを、まあ、自分のせいで、まあ、勝ち点1にしちゃったなっていうのが一番大きくて、で、まあ、試合終わって、まあ、率直に、まあ、悔しかったなっていうのが一番大きいです。まあ、入る前に、まあ、ちょっと準備しとけよということは言われてて、まあ、でもピッチ入るときには、まあ、去年 J3 でも同じピッチで試合してますし、まあ、自分まあ入る前は、まあ、もっと緊張するかなっていうのはあったんですけど、まあ、そんなに緊張することなく、まあ、すんなり入れましたね、はい、日頃の練習から、まあ、ああいうシチュエーションの練習もしているので、まあ、キーパーコーチのシンさんも、まあ、練習通りやればいいから大丈夫やからっていうことを、まあ、試合入る前にも言ってくれたので、まあ、その言葉を信じてというか、まあ、リラックスして練習通りやれば、まあ、大丈夫やっていうのを考えながら、まあ、あの場面はいてました、まあ、あれは前日はビデオでラファエル・シルバ選手があっち側に蹴るっていう情報を得てたので、まあ、でも、まあ、それもあった分なおさら止めたかったなっていうのがありました、まあまあ、嬉しいですし、まあ、ようやく第一歩を踏めたかなと思うんですけど、まあ、これからまあ、この1試合に満足せずに、まあ、もっともっと試合出場を重ねていけるように、まあ、これから毎日練習頑張っていこうっていうのが今一番の思いです、まあ、それもまあすごい嬉しかったですし、まあ、まだなんていうかな、そんなにまあ、認めてくれてるとか、まあ、大口は叩けないんですけど、まあ、でもちょっとまあ、J1 応援してくれてる皆さんにちょっと顔を覚えてもらえたかなっていうのを、まあ、ちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。